ヤドランカストヤコビッチは日本で活動していたシンガーソングライター、歌手、ユーゴスラビアサラエボ出身。16歳の時にドイツに住んでいたおじのジャズグループに加わり、ベースとボーカルを担当。フィロゾフスキー大学で心理学を専攻し、卒業後、さらにサラエボ国立美術大学で絵画を学ぶ。 1984年、サラエボオリンピックのメインテーマ曲を作詞、作曲。自らそのテーマ曲を歌い、一躍ユーゴスラビアの国民的歌手となる。以前から日本文化、特に浮世絵、俳句に興味を抱いていた。1988年、日本でレコーディングを行うために来日するが、その間に祖国ボスニアの内戦がひどくなり、それ以降2011年まで日本を活動の、 拠点としていた。アルバムは、サライエボバラーダ、ベビーユニバース、ムーンウィルグイデヨーか母国語のセルビア・クロアチア語以外にも、英語、日本語でも歌っており、NHK 教育、集まれ、ジャンケンポンの主題歌や TBS、神々の歌の挿入歌なども手がけた。2001年には、坂本隆一が呼びかけた、地雷ゼロキャンペーンにも、ボーカリストとして参加。 t b s ュース二2 3にも出演し、注目を集める。歌手だけではなく、画家としても幅広く活躍した。海外では、イギリスの有名詞ソーンラインズ詞でランカの曲が、代表曲として収録された CD が2007年度の年間ベストアルバムに選ばれ、ヨーロッパで話題になった。2009年6月には、 国から40年間音楽分野で貢献したことを評価する賞が与えられた。国内では映画、魂もえの主題歌のほか2009年4月からのテレビ、東京系列の報道ドキュメンタリー番組、ルビコンの決断のテーマソングも歌った。映像作家、高木正勝のプロジェクトにも参加し、7月にはドキュメンタリーフィルムが渋谷ユーロスペースを皮切りに、カナダ、 名古屋田各地で上映された。2011年4月には NHK みんなの歌において母国ボスニアの民族楽器名をタイトルに関した誰かがサズを弾いていたがオンエアされた。2011年3月にクロアチアでの仕事のため帰国していた際、スジー粛性即作効果症と診断されバニャルカの用語ホームで闘病していた。スジー粛性即作効果症による 呼吸不全のため、2016年5月3日夜、遅くにバニャルカの病院で死去。5月7日にサラエボで追悼式が、5月9日にはバニャルカで追悼式と葬儀が取り行われた。ありがとうございます。